この動画は、以下の内容を含みます。これが嫌な方はブラウザバックを推奨します。それじゃあ、続き始めていくよ。早速地下階に乗り込むってことでよかったっけ？そのつもりよ。4人が地下階への階段を降りていくと、そこは薄暗い空間だった。メアリーと2人で目星をするわ。じゃあ2人は、壁の色が一部だけ少し違うことに気がつくね。あれ？これってもしかして。何か見つけたの？あれ？ここの壁、ちょっと色が違うわね。え？それ本当？色の違う壁は触った感じでどんな感触な？他の壁と違って少しだけ硬いけど、軽く叩いてみると音がするから、向こう側に空洞があるのがわかるね。二人とも、ちょっと下がってて。マーシャルアーツ&キックで壁を攻撃するのぜ。リサが思いっきり壁を蹴ると、蹴った部分が崩れて大きな穴ができたね。早速隣の部屋に行くのぜ。4人が隣の隠し部屋に入ると、ミイラ化した男の死体が壁に寄りかかっているのを見つけるね。男の死体を目星で調べるわ。じゃあメアリーは、この死体を見て不思議に思うね。あれ？このミイラ、全然ホコリをかぶってない。ねえ、このミイラちょっと不自然なんだけど。メアリーが3人にそう言った瞬間、ミイラの腕が動いて、メアリーの腕を掴んだね。死体が動く、そんな非現実的な現象に直面した4人は、成功で1、失敗で 1D10 の3チェックだよ。うわ。一気に3値減った。レイジは一気に5ポイント以上の3値を失ったから、アイデア振って。それじゃあレイジは、度重なる緊張で神経をすり減らしていて、この精神的ショックでついに意識が飛んだね。男なのにだらしねえ。女性3人を置いて先に意識を失うなんて、男の風上にも置けないのぜ。しかも最年長というね。それで、腕を掴まれてるメアリーはどうするの？腕を掴まれてるってことは、ゼロ距離なんだし、ナイフで腕を切り落とすのは自動成功。切り落とせるかは威力次第だけど、攻撃自体は自動成功でいいよ。じゃあ、メアリーはそのミイラを切りつけようとしたけど、見えない壁に阻まれてダメージを与えられなかったね。アチデンチ、列車ランダーレ。え、今の何？歯がミイラに届く前に跳ね返されたんだけど。メアリーが攻撃した直後、ミイラはメアリーを片手で持ち上げ、リサに投げてきたね。これはちゃんと受け止められたらダメージはないのぜ。普通ならそうだけど、メアリーはナイフを装備してるから、幸運を振ってみないとわからないね。あと、受け止めるのに使える技能は拳だけだからね。え、組み付きじゃないのぜ。成功率9割超えなんて緊迫感ないじゃん。もうちょっとでショックロールが入るところだったのぜ。それじゃ、戦闘始めていくよ。このミイラは何かよくわからない言葉を喋っているね。そして、その言葉が止んだ時、闇の中から誰かが出てきたことに気がつく。それはフリッカたちがさっきも会っていたリンだった。しかし、何やらニヤニヤとしているね。行動順番はリン、フリッカ、メアリー、レイジ、リサ、コービットだよ。やっぱりこのリンダはコービットだったのね。レイジが起きるのは、3ターン目だね。リンは持っているナイフでフリッカを攻撃、と言いたいところだけど、様子が変わったね。様子だ。組み付きのオプションは、対象を倒す、を使うよ。勢いがすでに甚大な剣について、変態のリミッターが外れただけだよ。あと、フリッカは筋力対抗で勝たないと拘束から解放されないよ。じゃあ、拘束は解けず、行動もできなかったね。
私はリンにマーシャルアーツ&キックで攻撃するわ。私も攻撃と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 マーシャルアーツ
攻撃下にマーシャルアーツ&キックで攻撃するのぜ。ダメ元で回避するよ。あらあら、じいさんはもう下がっちゃったのね。リンはその場から逃げようとするよ。私が追いかけるわ。リンにフリッキをするよ。じゃあフリッカは振り付こうとしたけど、リンに振りほどかれてしまうよ。ということは一瞬でもリンはフリッカのおかげでスピードが落ちたんじゃない？え？あ、そうなるわよね。ならリンのデックスチャリティを含めつけた状態で対抗ロールができるわよね。むむむむ、じゃあデックスチャリティを15にしてロールしていいよ。よし、じゃあリンに組み付きをするよ。じゃあリンはメアリーに押し倒されたね。メイリーを組み付きでリンを抑え込むわ。じゃあレイジによってさらにリンへの拘束が固しょうがないとはいえ、男が女を抑え、合計 SDR28 対してこっちは17、対抗ロールは自動失敗、そっちの勝ちだよ。もう見せられんぞ宮崎流。あらら、ついに捕まっちゃったか。ところで、コービットはどうなったのぜ？壁に叩きつけられて獅子が飛散してるね。でも、その獅子も急に発火して跡形もなく消えてしまったね。サンチェックは？まあいいや。じゃあ君たちは、コービット宅で起こった摩訶不思議な現象の正体を明かし、見事解決したね。コングラッツレーションズ、君たちの勝利だよ。みんな、改めてゲームクリアおめでとう。前に増して3チェックが多かったね。だって前回は誰も3チェックで失敗しなかったし、このシナリオじゃなかったら神格の邪神だそうって思ってたくらいだよ。シナリオ次第では全員発狂エンドになってたの？まあとりあえず、クリア報酬として HD6 の産地回復と、1ポイントのクプルフ神話技能を獲得したよ。メアリーは最初から最後まで超人だったな。それじゃあそろそろ締めようか。ご視聴ありがとうございました。